七代目立花屋炎像は落語家。生前は落語協会所属。本名市川虎之助。出林小江戸日本橋。通称名船町の炎像。神奈川県横浜市生まれ。四歳で父が亡くなり、その後はあちこちを転々とした。1912年に奉公した後職を次々と変えた。吉原の牛太郎や、 外国航路線のコックをしていたこともある。1923年7月に八代目桂ツ文楽に入門し、桂文尺を名乗る。入門して、すぐの9月に、関東大震災が発生し、関東の寄せや仕事が激減。仕方なく文楽一門で水戸にいとなんだが、水戸に屋やるために、話しかになったわけじゃないと意見したために波紋になるも。 震災で行くあてもなく謝罪し復帰した。しかしその後も、首相文楽の金を日常的に盗んでいたこと、落語家たちの間で広まっていた文楽の妻の悪い噂を文楽に伝えたことから波紋を繰り返される。1924年から1925年頃に四代目、霊霊社和風の紹介で七代目、柳屋小三治一門に移籍し、柳屋実家助を名乗るが、 死傷症三時に礼遇され2年後に破門される。一時話しをやめ、寄席で期日の手伝いや吉原、名古屋、大阪で奉還など様々な職に就いた。1930年頃に文楽一門に復帰し、話しに戻った。その後、再び名古屋で桜川三平として奉還をしたが、 戦争で奉還ができなくなり1941年に二つ目として三度分落一問で出直した。1946年3月に四代目月の家縁鏡を襲名し、新内昇進。1953年3月に七代目立花屋縁蔵襲名。この七代目縁蔵襲名に際しては六代目、三遊亭縁賞から一代限りの約束で、 円蔵の名跡を借りていたという。1978年5月、六代目、三遊亭円章が引き起こした、落語協会分裂騒動で、円章一門、三代目古今亭、新長一門と窓家蔵一門と、弟子五代目月の家縁鏡一門と共に、落語協会を脱退するが、後に円章一門を除いて、落語協会に復帰した。 1980年5月11日に死去、78歳没。打つ。同年9月には三平も、ガンで急死。その死没の2年後には早くも五代目円鏡が八代目円像を、襲名する。七代目、林家正像に礼遇されていたことを強く恨んでいた、ため、正像没後に円蔵一門に移籍してきた、正像の実施初代、林家三平が、 東方名人会で煮詰め昇進していたにもかかわらず、窓家像は三平を落語協会の前座から再度、やり直しさせるなど、三平はかなり礼遇されることになった。だが、文楽の縁から三平が、テレビに出演する機会を得て、たちまち大スターになると、今度は三平を、立場内へのホープ扱いして、新内昇進に際して、自らの全名である。 ガツの家縁鏡を名乗らせようと格作するなどした。三遊亭窓片家によると楽屋で後輩を捕まえては、あのねえお前ダメだよ、などと小言を言っていたため、楽屋内では、あのねの縁像と呼ばれていたという。著書に、天々人生伝記、立花や縁像がある。得意演目は、窓鏡時代は、新作落語主体で、女中志願、国なまりなど。窓像時代は、 大ネタの、芝浜、小別れを演じた。ありがとうございます。